それでは第一章の八の講義を始めてまいります。まずは今回のテーマを見てまいりましょう。今回の学習テーマです。一、住宅ローンにおける金利タイプを知る。二は住宅ローンにおける返済方法を知る。そして三番目として繰り上げ返済について知るというふうになっております。それでは講義に入ってまいりましょう。はい。 今回は住宅ローンについてお勉強してまいります前回は人生には三大支出というものがあると言いました教育資金とそれから老後の資金そしてもう一つがこの住宅資金ですね今回はこちらを勉強していきますまず住宅ローン大事なことがあります金利タイプというものですこの金利タイプについて見てまいりましょう金利タイプには固定金利そして変動金利 固定金利変動型まあ、大きく分けるとこの3つになります固定金利というものはまあ、借入金利ですねこれがずっと変わらないもの借入金利が変わらないものを固定金利と呼びますそして変動金利変動金利というのは市場の金利いろいろ変わってきますその市場金利の変動によってこちらは借入金利が変わってくるものを言います変動金利ですね え、そしてこれはだいたい半年ごとに1回金利の見直しが行われてえ、5年に1度返済額を見直すというのがだいたいの決まりになっています。変動金利です。そして、固定金利変動型、これはまあ返済。当初は固定なんですね。で、その後固定にするかそれか変動にするかを自分で決めることができるというものが固定金利変動型というものです。 そして次にフラット35とありますがこのフラット35大切な言葉ですこれもやはりコマーシャルでね時々流れてくるかと思いますフラット35これは住宅金融支援機構とというところがしております住宅金融支援機構覚えてくださいね。でこのフラット35というのは固定金利のとっても代表的なものがフラット35というふうになります。 え、35年という長期固定金利なのがフラット35ですよろしいでしょうか35年間借りることができるローンを組むことができる長期固定金利のフラット35ですえ、金利タイプ3つありました固定金利と変動金利え、この違いをきちんと覚えてくださいそれでは次のポイントに移ってまいりましょう